アクイロプスアクアロプスは、白秋前期の北米大陸に生息した、ツノリュ恐竜の属の一つ。模式種は、アクイロプスアメリカヌスエアメリカーナス。復元図頭骨は8 4 2ト、mm、ルの長さで、ある。このホロタイプはおそらく成熟しきった個体のものではない。禁煙種と比較したところでは、この標本は、生体の60%の長さであると示唆される。 レーデルはこのアクイロプスの全長を60センチメートル、体重を1.5キログラムと推定した。被災者たちはいくつかの独自の形質を提唱した。くちばしの骨芯が下向きに湾曲しており、正面にコブのあるアーチ状の高し状を持つ。上額後部の歯列が正面死において、側面死した時のくぼみの全長よりも長い。 全眼下窓の長さが高さの2倍で後ろに尖り、眼下の元に伸びる。復元された、頭骨1997年、古生物学者、スコット・マドセンは、モンタナ州南部カーボン群で、単一の部分頭骨を発見した。その標本は補修される間、最初は、ゼフィロサウルスとして記載された。その後、マドセンは、それが新種であることに気づいた。2014年、 模式種アクイロプスアメリカヌスアクアロプスアメリカーナスがアンドリュー・ファルケラによって命名、記載された。俗名はラテン語のアクイラと古代イギリシア語のプサイの組み合わせで、くちばし上の興奮にちなんでいる。種商名はアメリカ合衆国で初めて発見された非常に基盤的なネオケラトプス類であることにちなんむ。ホロタイプオムネ34,557は クロバリール一層から発見された。地質年代はアルビアンである。頭骨は化学骨を含んでおり、亜生体のものである。後頭部と後外は大部分が失われている。その標本は1997年のナショナルジオグラフィックが支援した探検によって発見された。ありがとうございます。